孫婦の家東大阪草川は綺麗な生駒山が見え、のどかで心落ち着くホームとなっております。全部屋個室になります。緊急通報装置が設置されているため、万が一の際にもスタッフと連絡がつながり安心です。馴染みの家具などお持ち込みいただいたり、必要な福祉用具を設置していただき、快適な生活を送っていただけます。毎日さまざまなアクティビティを開催しております。日々の楽しみを通じ、日常生活でできるリハビリや生きがいを創出できるようお手伝いさせていただきます。ご入居者様との関わりを大切にし、お困りごとを早期に解決すると同時に、日々楽しく安心して過ごせるよう環境づくりを行っております。お一人お一人に合わせたカスタムメイドケアを実践し、ICT を活用した介護、孫婦流子ども食堂をはじめとした活発な地域との交流や、さまざまなアクティビティなど、新しいことにもチャレンジしたホーム運営を行っております。ご見学、ご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。